今日は、2点ご紹介させていただきます。はい、頑張ります。頑張ります。山内さんが頑張ります。はい、頑張ります。それでは、福岡店からのライブなんですけど、今日は、今私たちが着ているこちらのニットと、パンツのご紹介になってきます。で、今私たちが着ているニットなんですけど、商品名がロゴテープ V ネックサイドスリットプルオーバーになります。はい、本当にパッと見普通のね、シンプルなニットになるんですけれども、じゃじゃーん、ちょっと表面がなんていうのかな、ドットじゃないんですけど、なんかこう色がミックスになってる、なんとか糸っていいんですよね。ネック糸みたいな、お前が変える。ネップ糸。ネップ糸。皆さん知ってますネップ糸なんか。知らない方多いんじゃないですか。なんでその僕。こんなのネップ糸って言うんです。知ってます？これ、帽子とかで、それこそ隣に、ある帽子屋さんが、こういう感じの帽子も売ってあって、やっぱ今流行ってるのかな。なんかね、今日別の商品でもこういう感じの、ちょっと表面感があると、柄じゃないんですけど、糸の中にいろんなこう色が、こう混ざってる糸になるんですけど、もう、を使ったニットになります。で、早い、もうバレた。ニットスリットのテープがちらっと乾いて、はい、それは見せてないつもりだった。早い、さすが。首元は普通のシンプルな V ネックです。山内さんはインナーすっきりで、シンプルに着てもらってるんですけれども、なんかそこまでがっつり開いてるわけでも全然ないですね。1枚でも着ていただけるような首の空き感になります。で、一応ね、今ヒートテックは着てます。ヒートテック着てます。全然大丈夫ですね。それくらいですね。で、横なんですけども、さっきちょっとちらっと出てたんですけれども、サイドに、脇下からがっつりスリットが入ってます。ここのとこから。これが可愛い。そう。で、このロゴがポイントになるんですけれども、本当になんかね、パッと見シンプルなニットなんですけれども、ちょっと大人の方が着てもおしゃれに着こなせる、このロゴテープがポイントになってるニットになっております。可愛くないですか、これ。めちゃくちゃ可愛い。このシンプルに、で、サイド前後差があるので、前はすっきりこうボトムス合わせでもインしないで着れるぐらいの、長さですね。マネージャーいつも言うんですけど、インしません、ね、で大丈夫の長さになってて、で、後ろは山内さんの身長でヒップがにかかるぐらい、なんかそこまでその隠れるほどの長さではないんですけれども、お尻かかるぐらいなので、まあ、小柄の方だったらお尻隠れるぐらいの丈か着丈になってくるかなと思います。で、本当にこうアウター着てたらシンプルなニットとして、インナーとして使っていただけるんですけど、まだちょっとこういう日中あったかい時期なので、1枚できることも多いかなと思うんですけど、こう動くたんびにサイドのロゴがね、そう、チラッとチラッと見えて見えるのが、この一癖あるのがおしゃれなんですよね。そうで、今ね、中に着てるバージョン、あ、そうです。私は皆さん、オンラインショップの方に今日、大人気のベーシックカットソーが入荷しましたので、ライトグレー、違う、ライトベージュ、あ、違う、ライトベージュじゃない、ベージュ、あ、ベージュ、チャコールグレー、ごめん、やだ、やだ、ベージュとチャコールグレーとブラックの3色が再入荷しましたので、皆さん、前回買いそびれたよって方はオンラインショップの方に、在庫が上がっておりますので、ぜひぜひ。で、こちらも全然1万円以上なので、送料無料でお買い上げいただけるんですけれども、できたらこんな感じで中にね、重ねて、首元の空き感気になるよって方は、重ねていただくとこれぐらいの空き感になるので、1枚入れていただくと、もちろんあったかいですし、首元こう見えるの気にせずに、首焼き気にせずに着ていただけて、で、重ねていただくと、ほぼこういう感じでちょこっと出るぐらいなので、丈感もね、ちょうどいいですよね。この地味じゃない、はみ出た感じが一番いいね。そうなんです、見すぎず、やっぱここから脇下からスリットが入ってるので、やっぱりこう中何着たらいいんだろうって言われる方多いんですけど、ちょっと明るくするんだったら、白入れていただいて着ていただいてもいいんですけど、山内さんのブラックの方だったら逆にこのチャコールグレーとか同色でブラック重ねていただいてもいいかなと思います。何も着てない状態で着ると若干
上げた時に見えるかな。若干こう今あのあれですけど、みんながね、そう、みんな見える、みんなみんなが見える、みんなが見える、みんなが見えるんですけど、ハイウエストのこういったパンツを合わせていただいたら1枚着ても大丈夫だと思います。はい、な感じでございます、はい。で、カラーなんですけれども、今山ちゃんが着てる方がチャコールグレー、まあでもブラックですよね、セミ黒ぐらいの感じです。なんか光に当たるとちょっと明るく見えるんですけど、まあ黒までいいかなんかちょっとセミ黒系のお色になりまして、白のそのねプイとちょっとポツポツポツって入ってる感じですね。で、私が着てるのがモカベージュで、モカベージュの方は見えるかな、ちょっと白のこの入ってるの分かりますかね、の感じになります。で、もう一色が、オフグレーですね。こっちが白にちょっと黒のこのネプイト、覚えたぞネプイトですね。で、この柄が入ってる感じです。ただそのドットとかみたいに均一に入ってるとか大きい柄が入ってるってわけじゃないので、全然下に柄物を持ってきていただいてもいいのかなと思います。こういう感じで、あの今年いっぱい出てるチェック柄のパンツだったりとか、こういう柄物のボトムスっていうのを合わせていただいても全然大丈夫です。はい、はい、あとはあれですね、あのこれも、あ、そうですね、そう、朝いろいろコーディネート考えてたんですけど、すごい、こういうあの薄いワンピース、これあのゆがみドットワンピースですね、とかこういうさらっとしたワンピース、今もう最近だとちょっとニットワンピとか地厚のものが入ってるんですけど、こういう薄手のワンピをお持ちの方はこんな感じで重ねていただいて、下からこうスカート風に出していただくのも可愛いと思います、うん。それこそこのワンピースとか入れていただいたらサイドスリットそんなに気にせずに重ねてきていただけるので、こういう重ね技もワンピース1枚になりがちという方はこうやって重ねていただくとスカートとして着ていただけるので、それもおすすめでございます。おいで、お素材に関してはちょっとそうね、言ってないね、お素材に関してはポリエステル 100%で、テープの部分は綿 100% なので、まあ、本体はポリ100ですね、になります。で、おサイズはフリーサイズで、お家で手洗いが可能となっておりますので、お手入れも簡単です。で、お値段なんですけれども、こちらが10,780円でございます。もうすごい書き間違いじゃないかって確認したんですよ、こうやってびっくりしました。あの、インナーのベーシックカットソーも10,780円なんですけれども、ニットも10,780円です。すごいですよね、絶対値段付け間違いです安すぎてびっくりしました、ね、本当欲しいです。これ色違いで迷われる方、色違いで持たれても絶対可愛いと思います。雰囲気をこれだけ変えれるので、もちろんこのあのカーキ、こういうカーキの系のパンツに黒とか白で持ってきてもらっても可愛いですし、こんな感じで持ってきても可愛いし、マウスさんのグレーにこういう白とかで合わせて上から羽織持ってくるとかっていうのも可愛いので、うん、お安いって。そうですよ、ね、そうなんですなのでぜひぜひちょっと合わせてこうやってチェックしていただけると嬉しいです。で、あの、なんだっけ、前のマルサルテのシアタートルとかお持ちの方とかはこういうの重ねていただいて、同色系で合わせたりとかでもいいですし、重ね着もしやすいので、中結構ゆとりはあるので重ね着していただくのも可愛いかなと思います。なのでもうちょっと首元欲しいなって方はタートル入れていただいて、あの1枚ちょっと入れたいなって方はベーシックカットソーをぜひぜひ合わせて見ていただけたら嬉しいです。はい、はい、じゃあ次パンツ、パンツで、私たちが履いてるパンツです。で、こちら今日、福島さん、池袋店のインスタライブで福島さんが、カーディガンに合わせて着てたパンツになるんですけれども、こちらが、インディーマークさんから出たインディーマークさんから出ているコクーンパンツになります。で、今までインディーマークさんのね、デニムいっぱい入って、うん、出たんですけども、あ、藤井さんからも最近インディーマークのパンツ登場回数多いですねって多いですなのでね、そう、今まではこういう内側にね、あのシークレットゴムって言ってたあのタイプが多かったんですけれども、今回はちょっとこういう、
カラーパンツのタイプになってます。でお素材がこれ綿 98% でウレタンが 2% なので全然その伸縮性も多少あるしちょっとゆとりがあるので履いてて楽ちん、ね、ですよね。中に何かこうタイツでも履けるぐらい、そう結構ゆとりはありますね。全然滑りもいいので重ねて履いていただくこともできるかなと思います。で特徴が見えますかね、ここのサイドからちょっと横のところに変形で斜めにタックが入ってる形になります。でそうあのテーパードっぽくあのコペパンツなのでもちろん太もも腰回りから太ももにかけてはゆとりがあるんですけど、そのこの斜めのラインが入ることで裾にかけてのスッキリさが余計綺麗に見える形になっております。楽ちんですよね、これ本当に楽。あのゆるっと履いてもらって、今年やっぱりこう今ねあの私たち履いてるみたいなちょっとおつめのブーツ、サイドゴアだったりとかレーサップだったりとかちょっと強めのブーツ合わせてあの傘こういうゆるっとかっこよく着ていただくっていうのももちろんいいですし、スニーカーだったりとかヒールであの合わせていただいたりとかでも使っていただけるので、シルエット的にはすごくゆったり綺麗に履いていただける形になります。でこちらはおサイズが3サイズですね。25でウエストが大体65センチぐらいからの、25インチと、26、27の3サイズになっております。で今までインディーマーク買ってくださってる方だとちょっとゆったりめ、結構ゆったりと思って全然いいと思います、うん、なので今、山内さんで25、一番お取り扱いサイズでちっちゃい25、サイズ小さいのも25なんですか。25、普通だったら25が大きいぐらい、24とかからかな、始まるんですけど、山内さんに今25を履いてもらってます。で着丈は163センチでもう何 もう 足首も隠れるぐらい、結構長さもしっかりねあるんですよね。あります、あります。で、ゆるっと履いていただける感じです。後ろのゴムかな。あ、そうです、後ろね、これここのところがゴムになってるので、あのいつものインディーマークさんだと全部ゴムなんですけど、今回のこのパンツに関しては後ろがゴムギャザー入る感じになっております。ゆったりなんですね。ゆったりです。で私が、ちょっと着丈長めに着たかったので170センチで26を履いてます、で、もちろん26なんですね。26でも結構ゆったりしてるのでゆとりある感じです。でもう一個上が27、はい、になりますね。ですでこの感じなので結構夏場とかになったら逆にねすっきり、あそうだ、クレスタティーとかね、ああいうシンプルな T シャツとかに合わせてサンダル合わせてとかでもできていただくのもいいんじゃないでしょうか。あとここにミシマークがチラッとチラッと、うん、こういうこのところに入ってます。でカラーに関してなんですけど、山内さんが履いてるグレーです。グレーでこのグレーはカラーリップとか可愛い、最近あやっぱ冬はカラーが多いのでこんな感じでカラーニット合わせていただくのもいいと思います。で私が履いてる方がカーキになります、ですね。でさっき、福島さんご紹介されてた別注の、別注じゃない受注のカーディガンピンクとかあるので、それとかだったらカーキ合わせもすごく着たらいい。着る？着てみましょう。受注のねカーディガンもあのこっちの方は、まあ見た人はねそれね分かると思うんです。見えますかね？ラメがちょっと入ってるんですよ。これだけ。ラメ可愛いですよね。そう、まあ詳しくは一個前の。インスタライブを見てみてください。実現してくださっこれも予約商品なのでぜひ。これさっき別のお客様このパンツにピンク合わせ可愛いってなってご予約してくださったんで、でこんな感じでピンクって何に合わせるんだろうって迷われる方多いんですけど、カーキ持ってきたら間違いないんですよ。そうなんですね。こんな感じです。こうやって持ってきてもらうといいので、ピンクも春先に向けて今からちょっと薄手の生地感なので中に重ねたりとか、まあ暖かくなったら T シャツとかでもいいんですけど、こうやって重ねてもらうと、春先も使っていただけるので、こういうちょっと
このカーディガン自体が丈感短めなので、こういうゆったりしたパーツで合わせていただいて、ちょっと隠したいなって方はベーシックカットソーで、はい、入れていただくと着丈もお尻も隠れる丈感になるので、これぐらいちょこっと出る分に関しては全然おかしくないので、こんな感じで着ていただくといいんじゃないでしょうか。はい、はい、いい感じで、ぜひ受注のカーディガンかなり長く使えておすすめなので、今も店頭に各店サンプル入ってきてるので、皆さんよかったらぜひぜひ見に行っていただけたらなと思います。で、パンツの方はお値段言ってたことね。はい、はい、パンツの方がお値段が15,180円でございます。はい、いつもね、スウェットデニムと同じお値段になりますね。そうですね、はい、なります。まあこれも安い方では、ニットとか合わせるときにこのパンツすごくコーディネートしやすいので、いつもと印象を変えたいって方とかはこのパンツちょっとぜひご試着いただければなと思います。これでも濃ゆすぎない乾きだから、多分春先でも全然履けると思う。いいですよね、可愛いですよね、うん、こうやって絡物合わせたりとか、本当どれでも一緒に合わせたりとか、黒ももちろんいいんですけど、ベージュでもピンクでも、うん、どれも合うのでよかったらぜひぜひ。マッシュのグレーの方にちょっとこうピンク合わせたりとか、うん、もちろんその黒でカットアップ持ってくるっていうのもありだと思うので、いいですよね、ぜひぜひ見ていただければなと思います。大丈夫そうかな、大丈夫そうかな。で、藤井さん、裾折り返しても可愛いです。ゆるっと着て、サイズ大きめで着ていただいて、ちょっと着丈長くして、着丈がパンツの方が、でも股下そんな変わんないです。なので、まあ、ゆるっと履いていたサイズ上げたらちょっと着丈落ちてくると思うので、それで裾曲げて履いていただくのも可愛いかなと思うので、この感じで着てみていただけたらなと思います。では次、はい、それでは我々そろそろシンデレラタイムなので、ね、お家に帰りますのでこの辺で終わりたいと思います。大丈夫そうですかね。なんかもし気になられるサイズ、ボトムスのサイズ感とかよかったらぜひぜひちょっと気になる方はお問い合わせいただければなと思いますので、あと詳しいサイズに関してはオンラインショップの方に書いてありますので、よかったらチェックしてみてください。で、ベーシックパッドソーも再入荷してますので、うん、結構入ってます。はい、いっぱい入ってます。なのでもうこの前の良かったって方はぜひ2色目3色目のご注文をですね、うん、ぜひポチポチとしていただけたらなと思いますので、それではおやすみなさい。おやすみなさい。じゃあ、金曜日チェックしてくださいね。またおやすみなさい。